計10試合の真剣勝負。各大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。準決勝第3試合は名和が4大会ぶりの決勝進出。そして始まる浅田、大石、名和による最終決戦。2006年に第1回目の放送が始まりました。 P リーグ今100戦を迎えて、そのチャンピオンが決まろうとしています。さあ、放送席丸山さん、はい、記念の決勝になりますね。そうですね。さあ、誰が優勝の栄冠に輝くんでしょうか。まず大石直央。さあ、第一投は、おー、取った。この大石は64戦以来、勝てば6年半ぶりということになります。そしてこちらが浅田里奈、95戦で勝ちました。勝てば1年ぶり3回目になるんですが、あーっと、危ない危ない。さあ、こちら名は、うわー、おーったー、最初に点数が倒れました。は始まってすぐ第2戦で勝ちました。その後第50戦、その時勝ったんですが、その名和秋が果たして9年ぶり優勝なるか。小川さん、はい、名和秋ですが、はいはい、この第100戦の決勝で田町の時代から投げている仲間と一緒に投げられるのは嬉しいですね。これまでの B リーグでの思い出が湧き上がってきますね、と話していました。ああ、そうでしょう。さあ、大石が、おーっと、ダブルは来ません。浅田は15歳で長野県ジュニア選手権優勝。これは、あっと、残った。それから2007年には全日本高校選手権も優勝というキャリアを持っています。さあ、こちらは9番、はい、この大石が1回戦で246を打ちました。準決勝では229と順当に勝ち上がってきました。こちらは10番、準決勝でもいいプレーを見せました。これはどうか、はい、おー、どうやら惜しい。連続は取れません。この縄も1回戦は234、準決勝でも非常に連コンディションが難しくなった中で222打ってますからね。はい、したがって2風霊はそれぞれが9本スペア。さあ、3プレーに入ります。大石、大石は1回戦、はい、ターキースタート、準決勝ではフィフス5連続スタートでしたね。うわー、投資、このあたりの食い違いがこの決勝では出始めましたので、どう捉えるかですよね。連続ストライクでスタートできなかったぞと、じゃあどうやってゲームを組み立てるんだって今考えてるわけですよね。なるほど、はい、浅田里奈、これは入った、いいボールです、ナイストライク。はい、この浅田が勝ったのが23戦、それから95戦、決勝に進んで91戦では第2位。さあ、大石は、はい、縄は特にこの18番レーンが準決勝でちょっと悩んでいたところのレーンですので、こちら、はい、おやー、しかし取った、は
今いいストライクでしたね。ゲームはこの後さらに激戦。